やこれ好き。声優の小野賢章さんと、うん、ご結婚されたんですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、もう人気も声優同士なので、だいぶ、ね、話題を集めましたね。これ出会いのきっかけは何だったんですか？きっかけは、うん、そうですね、アフレコ現場でもともと20代前半の頃に、はい、会っていて仕事仲間として出会って、うん、でなんか子役から私声優になったんですけど、夫もそういう経歴だったので、うん、すごくなんか境遇が似てて話しやすくはありました。なるほど。これプロポーズの言葉なんていうのは何かこう覚えてらっしゃいます？そうですね、僕でよければ結婚してくださいって言ってくれました。あ、そうです。どこ、場所はどちらで？場所は、ね、突っ込みますね。去年の誕生日あたりだったので、まだコロナの前だったんですけど、そうですね、夜景の見えるバーで、結構ベタですけど、いいです、おしゃれですね。ね、まあ、お互いでもそういう心が通じ合ってたんでしょうね。ちなみに旦那さんはどんな方なんですか？そうですね、なんかすごく優しくて、うん、マイペースで、うん、一緒にいると、なんでしょう、テンションがすごく一定して明るいので、うん、こっちまで明るくなってくるというか、うん、そうです。あと、お茶目なところもすごくあって、私、このハートマークを送り合うカップルにすごくドラマを見て影響されて憧れてしまったんですね。ハチハチ、そう、それで、うん、頼むから生活の中にこれをたくさん入れてほしいってお願いした。これキュンで素敵なやつですね。キュンで素敵なやつなので、たまに疲れてこう帰ってきて、ただいまって、あ、なんかお帰りって返事がないなと思うと、うん、真顔でこうやってやってくれて大素敵。こうやってるとキャーってなるんですか？はい、なんかキュンとする。生きててよかったって気持ち。ぜひおすすめなのでやってみてください。マリアージュ。うちのね、奥さんはね、奥さんで照れるな。自分で奥さんって言って照れるぞ。いいのもんだよ。初々しいな。もう、そう、もう完璧なんですよ。はいはい。ぶっちゃけると。もう完璧だから。もうそれ仕事もプライベートもみたいなこと。そうだね。すごいしっかり自立してる人なんで、素敵だなと思いますよ。ただまあ、普通に付き合うときに、もう、結婚前提で付き合いだしたから、ああ、もう真剣にね、そうだね、だったからあんまり、あ、ここやだなって思うこともなく来ちゃったな、ここまで。それ向こうも付き合う時からもうやっぱ結婚前提だったの？そういう話はしてないの？あ、でも付き合う時にそうやって俺が言ったから、向こうもその気で多分付き合う。もう賢秀が付き合ってすぐ言ったんだ。付き合う時に言った時に、うわ、かっけえな。これもう賢秀の話になっちゃった。マリアですね。私事ですが、4年前に就職いたしまして、忙しさでラジオを聞く習慣がいつの間にかなくなっておりました。そうよね、なかなか自分で時間見つけないとラジオ聞けないですよね。実は半年ほど前に彼女ができて幸せ到来のはずだったんですが、遠方に住んでいることもあり、コロナの影響で3ヶ月ほど会えず、ああ、そうだったんだ。長く LINE だけでやり取りしていました。今は会えるようになりましたが、まだ少し気持ち的にも距離がある感じです。うん。かなさんが、賢章くんと、将来を考えるようになったきっかけとかはありますか？あれ、私これ選んだ、そうだよね。私が選んだんだよね。それ選んでます、ね。私自分で選んだ。自分で選んで、あれ、あれって思って、さ、これお祝いメールだったよねと思って、あ、びっくりした。なんか、すごい顔が赤くなってきた。考えるようになったきっかけ。そうですね。なんかね、ところどころにね、私、大事にされてるなっていう瞬間があった。あ、恥ずかしい。やめだやめだ。誰が聞きたいんだ、クソ。やめだやめだ。マリアージュ。私の名前は花屋夏樹、29歳既婚です。やめなさいよ、やめなさいよ。はい、私の名前は小野賢章、31歳既婚です。はい、私は33歳、エグ。Yeah!
手あ、手冷たくなってんぞって、うん、女の子の手を男の子が取って、うん、はーって、うん、はーってやるやつ、うん、やったことあるないわないよねあれこれよって言ったもんこれこれっつってテレビで行方不明の娘を見つけたおばあちゃんみたいなやつ違うのよこれなかなかできなくないまあ、あの日本の少女漫画とかだったら、うん、まあ取って自分のポケットに入れるそうそうそれそれうん、うん、あのそれかあの女の子がよく自分の手をはーってやるのはあるけど、うん、人の手をはーはさあの食べ物食べ熱い食べ物食べるときにフーフーしてあげるとかまではまあわかるじゃん、うんうん、あるある、うん、手をはーで温める見たことないかもはーと思って違うはーが出てるそうでさその日の夜よ夜よ夜家で あのじゃあ私先寝るわって言ってあの夫にね言ってそしたらあのなんかちょっと私の手を触ったんだよねそしたらすごい冷たかった私末端冷え性だからさそうそしたらさ手を取ってさ、はぁってしたの お前はナチュラルイケメンかよって私さ、その瞬間にさ、わぁ結婚してよかったなって思ったんだよ僕何聞かされてるんですかねそろそろスタジオ出たいんですけども2回目マリアージュ改めまして花澤香菜です。桜もちっちゃいますねこの感じだと。うん、もう今日雨なんですけどね今日ので朝収録日、うん、もうきっと東京の桜は散ってるかなっていう感じなんですけど私もうね毎年ね夜桜を夫婦でこう楽しむっていうのがすいませんねなんかあのさ昼間に花見ってなかなかこう予定が合わなくてできないのよ。だからまあ夜タイミングが合う時にあのちょっとこう桜並木のとこがあってこうそこを二人で歩くとそうそうそういうのを毎年やってるんですけど、まあ、上見ながらさやっぱ綺麗なのね夜桜も。うん、ちょっとなんか街灯がライトアップみたいになってで一番の映えスポットでこう写真を撮るっていうのを毎回やってるんですけど、そしたら今年もさこうあなんかここ満開じゃないみたいなとこがあって写真撮ろうとしたら前からさ自転車の人がさ自転車のライトあるでしょあれをさ私たちの顔にさチカチカ当ててくるあれなんなのまぶしいまぶしいってなってあれわざとだと思う？いやいやわざとかな。え、私たちのこと不審者だと思う？そんなことないでしょ。そんなに夜深い時間じゃないよ。ね、わかんないよ。まあそんなことがありました。マリアー！で、私はこのアニメ今放送してるんですけど、その中で主人公小道ちゃんのお母さんの役をやってるんですよ。うん、やってますね。そう、うん。で、なかなかお母さんでレギュラーって初めてだったので。あ、そうですか。そうです、そうです。あの、お母さん役はまあやったことはあるんですけど、うん、そう。でもこんなにちゃんと出てくるっていうのは、そう。どうですか、なんか。はい。お母さんの感じは。でも、もう考えたら、うん、その、うち母が21ぐらいで私産んでるので、全然あり得るんですよ。そうか、そうですよね。そうそうそう。そう思うと、うん、あ、普通に、そのあんま無理しないでも出せるかなって思って、うん、で家であのお風呂沸いたよとかいう声を出してたら、うん、あの夫にえ今のかなちゃんって声優すげーって言われましたどっちも声優だろお互いああそれでちょっと自信が持てましたマリア今日はもう朝から仕事してますね。あ、そうですか、はい、じゃあもしあの旦那さんどっかで見てるかもしれませんから何か一言、はい、あ、そうですね今日の晩御飯は何がいいですかじゃあ後で LINE でお願いマリアージュ何見てんのよひざまずけ豚どもがダディ